Yeah.
尻とキップを見せて尋ねた。金貨の盾の電車側、かつての約束の場所だと、どこまでも進む金貨鉄道は小さな世界を包み込む。十字架の停車後にも濡れた地獄を許してかぬためぬら、忘れかけた記憶のかけらこの中にも再度締めた。夢の続きは見せると、私も手を握ったんだ。思い出した悪夢と夢、金貨に思いを寄せたまた、どこかから声が聞こえる。金貨ステーション、金貨ステーション、世の中の君悲しみは何もか、そんな顔をしないでおくれた。きっとは少しだけど、それはきっと嬉しいことだ。本職が今のないまま、空も悲しく美しくもりね、響いた汽笛の音色は金貨を優しく彩りた。ピーピーとは言いないけれど、君夢欲しい私だけがね、本当に歌いながないまま、空も悲しく美しくもありね、ずっとその明日を君に誓わせよう。
信じてるのかこの方が主義に信じたのかいさんかひこねでね
さ。君が出てからが本番なんだよ。聞こえてるんだろ、あの音が。あの音、私もそこへ行けますか。口さ、これは君へのご褒美さ。明日なら夜にここで会おうか。僕は正直さ、本当さ。ちょっとあなた何をやってるの。こっち終わったらすぐ洗濯、洗濯終わったらすぐ買い出し、買い出し済んだら呼び作って待ってる間にお風呂沸かして、ズボンも着替えも準備しな。本当に来るため何もできないの。本当に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 。確かに幻想。
We'll be right back.
してお猿さんがリボレベル煙に泣いてる闇の司会者はピンクの女好きだとピンクのビルと食べる文字の歌パパパパパラリオ少女の花のドラを笑おうかゆりしておくれビルビルと燃えたらあなたと私の歌に揺られる異常な無理の性欲表現なら肌にされたいいよ朝に上がる大学園の香りに夢の街
¡Gracias!
自分のドツボへ本当にこなす若い大身長キツネの嫁さんは眞子様たちに私の思いを紡いでおくれたい名称別自民の門番待ってて待っててキツネの嫁さんは眞子様たちにまくした本地を迎えに行こうと旅への先には私の田中高い名称別自民の門番年齢が若くて口差しの隙をやめてやめて気持ちいい夜中のこととは私が勝手に行った私も刺されてよ僕の感じの主人を背の通りに止めるのが私は下がる結論の大切しゃべりのしゃべりを殺すと僕の感じの主人を背の通りにどいてよおいてよ私のところへ私の寝入りまで狐と共に私の心はあなたのものだよから見てもらうわあなたの体を絶頂大なく全てが混ざって私もなんだか興奮してきた乾燥胃袋花は花咲いおいしいおいしいすっごくおいしいそろそろなくなるあなたの体のお次はどなたを食べちゃいましょうか乾燥しゃべりとしゃべることのそこ妖怪お主人を背の通りに狐の嫁さんの眞子様が次私と思いを紡いでよくれないのうどんです市民のもんもん開けて開けて狐の嫁さんの眞子様が次なくしたご意地を迎えに行こう外に今先には私の体と大のうどんです市民のもんもんSeeking out, 猫やなきに